宇宙からやってきた UFO が主人公？この子の名前はジョブスキー。特技は自慢のクレーンで物を運ぶこと。わっ、大変！落ちた荷物を運ぶのを手伝ってあげましょう。そうそう、掴んだらトラックに乗せて。これで完了。おじさんからお礼を受け取ったジョブスキー。クレーンを使ったバイト生活が始まります。では仕事選び。まずは建設現場の仕事に挑戦。変な置物もありますが、早速神殿作りを開始。倒さないようにそーっと屋根も乗せて完成。これでもクリアなんですが、実はただ運ぶだけではないんです。お仕事には3つのお題があります。今回は柱をまっすぐ立てる、時間内にクリアする、この2つはクリアできたのですが、3つ目のこれはどうしたらクリアできるのでしょう。ではもう一度。あ、さっきの変な置物、これを神殿の中に入れてみましょう。ああ、簡単にはいかないようです。さて結果は、3つのお題をクリアできたら報酬もたっぷり。他にも魚取りやスイーツ作り、チアリーディングのサポートなど仕事内容は様々。報酬の使い道は、ジョブスキーが稼いだお金はおしゃれに使っているみたいです。変わるのは見た目だけではありません。動くスピードが上がったり、クレーンの掴む力がアップするなど、いろいろお気に入りを見つけて次の仕事へ。あれ？ジョブスキーがもう一人、ジョイコンをお裾分けして二人で働くこともできます。あらら、うまくいくことばかりではないようです。二人の協力が攻略の鍵。仕事の合間に腕試し、崩さないように積み上げてどこまでいけるか記録に挑戦。ひたすら積んで積んで、目指すは雲の上。ストーリークリア後に行けるようになる宝島で謎の遺跡を発見。何やらちょっと危険な様子。どんなお宝が眠っているのでしょう。UFO が地球のお仕事を手伝います。 Nintendo Switch ダウンロードソフト、働く UFO。